はい、ディビジョン2、続きやっていきたいと思います。何か埃が舞ってますな。はい、そんな感じで今回もやっていきたいと思います。マンハント続き、マーキュリー編になるんだけど、イーストモールのコントロールポイントとキャピトルヒルか宇宙局本部、どっちか行こう。まあ、せっかくなんでキャピトルビルの方行こうかなと思うんだけど、先にね、イーストモールのコントロールポイントの方ね、やっていきましょうか。前回パート、墜落現場行って、今回は、ちょっとここ怪しいからここ行こうかな。じゃん。じゃあ、近く行くまでね、カットしたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう近いんだよな、めちゃくちゃ。ここか、ここはよくね、マンハント以外でも利用したとこですね。そこにも湧くんだよな。じゃあ、やっていきましょうか。とはいえ、このさ、この手前のさ、とこがキャピトルビルってことでね、もう最後の場所がほんと丸分かりみたいなね。最後のボスがね、ルーズベルト島なんで、ほんと厄介なんですわ。まだギミックもなんかさ、EMP 邪魔タレットみたいな。まあ、後半はなんか理解したけどね、前半の方はほんと意味わからんかった。衝撃波で結構ダメージ食らっちゃうしね。まあそんな感じで結構来ました。始まっていきます。よろしくお願いします。ね。不思議な感覚だよね。数秒前自分が打ち上げたやつを逆方向から迫ってくるっていうね。よし、行こう。到着しました。本当に。いいね、いいね。頭出す、頭。うわ、ちょうど四角塗ってる。上、上、上。え、こっちは。オッケーオッケー。あれでも死ぬだろう。よし、行きましょう。うわ、ちょうど四角。これはちょっと入れ直そう。どっかいい位置ねえから、ここ上乗るかな？乗るね。オッケー。オッケー。的確に狙ってくる。これ爆発する。あそこだな。あれ爆発するだろ。ああ、微妙に当たんねえ。下から回ってくるか？いけるかな？オッケーオッケー。オッケー。ちょっと待って、変な方向から来てるぞ。まだ来てる、まだ来てる。あぶねえ、あぶねえ。オッケー。下がろう、下がろう。と思ったらそこかい。おお、怖い怖い怖い。よしこ、オッケー。よしよしよし、一回リセットしとこう。上登っちゃおう。これもさ、この後がシールド持ちが結構来るんだよな。あ、いっぱい来てるね。ほっと、やっぱ一緒か。やっぱシールド系来るか。そっちから来ないのをいいことに。オッケーオッケー。オッケーオッケー。
うわ、またシールドがいっぱい来たぞ。こっちに向かってもらってまとめて死ね。オッケー。わあ、いっぱい来たぞ。後ろからも削れるからありがたいんだよな。まとめて死ね。あと15、10秒か。壊れちゃった。ここに設置するか。オッケー。うわ、オッケー、頑張れ頑張れ。オッケー。またシールドか。ボスもシールドっぽいな。オッケー、だいぶ削れてる。いい感じいい感じ。オッケー。お、うまいこと避けるな。マッツァ、お前何してんだ。何回やってんだよ。急にこっち来そうだから怖いな。オッケー。オッケーオッケー、いい感じ。ボケてんのか。うん、頑張ろう頑張ろう。オッケー、もうちょい。火の変な音が聞こえてきた。応援の要請を受信。あとボスと思ったら気づいたらいつの間にか近づいてるんじゃん。オッケー。おっと、久々来たぞ。なるべく近づけないようにして頑張っていこう。削れるだけ。弾切れだって。弾回収しに行ってくるわ。どっかなかったっけ。あったあった。よしよしよし、行こう、戻ろう。アーティリーなんとかとか使ってくるからなこいつら。おい、やばい、危ねえ。なんとか助かった。オッケー。ローのリストアラー配布を検知。なんだって。一応当たってるよな。
切りねえぞ。ちょっと寄ってこうか。勘弁してくれ。あそこまで寄ってっちゃおう、寄ってっちゃおう。うわ、うっぜ。撃ち直したのに。ゴー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 。もうちょいだ、もうちょい。オッケー、頑張れ頑張れ。はい、オッケー。ローグエージェントを排除。ふぅ、秘密のアクセス解除と思ったら、なんかエリートなんとか来てる。私がついてる。さすがにこれは戦うのめんどくさいから、ローグの落としたもの回収して備品室に行こうか。おっと、これなんか良さげじゃない。じゃん、ダークネス。じゃあ、備品室までカットしますね。はい、備品室に到着と同時にね、キャピトルビル、キャピトルヒルの方をね、Q に入れました。なかなかね、マッチメイクしないこともあるんで、先に入れといて損はないからね。じゃあ回収して、ラスト木箱行きます。じゃんじゃんじゃん。フェンディスのバックパックか。よし、そんな感じで一回ね、ホワイトハウス戻って、キャピトルビル、キャピトルヒル開始するとこまでね、カットしたいと思います。はい、そんな感じで4人集まって出発したいと思います。大打撃を与えられるが、優先すべきは大統領がエアフォースワンに残したカバンだ。覚悟もすぐに回収できるよう、ケルソがヘリで待機する。エイスの話が本当なら、そのカバンに全てがかかっている。よし、こう中に入ったら地域で切り抜けろ。屋上に迫撃砲が、前方には夜じゃなくてよかった。機関砲は闇雲に撃ってるだけね。頑張れ頑張れ。ちょうど失格に隠れてんだよな。オッケーオッケー。敵の増援がそっちの方に集まってきてる。全然ダメだ。リロードして5秒。いかんいかんいかん、危ない。もうちょいもうちょい。 OK、あと一発。オッケー。頑張れ頑張れ。もうちょいもうちょいもうちょい。大丈夫か。ここに来ないことを願って。オッケー。エージェントダウン。よしよし、頑張れ頑張れ。いけるぞ。
こう。どこにいる？いたいたいた。片付いたわ。よし、前進しろ。どこにいるみんな。もう次のとこ行っちゃってんのかな。よし、こう。また敵が向かってくる。よし、頑張っていこう。こっち側から来て、どっか隠れるとこねえか。ここ行ける？行けないか。ちょうど角度悪いな。よいしょ、リロードして、どっか行っちゃったぞ。ちょうど四角。こっち側のやつがそっち行っちゃってるか。もうグラスキャノンだから本当にビクビクしてんだけどさ。いやー、上手い人多くて助かるわ。じゃ突入して仕上げにかかれ。よし、行きましょう。開けます。はい、どうぞ皆さん。はい、どうぞ。お、なんかいっぱいじゃん。取れないのばっかだけど。ここがね、こっからがね、またちょっと問題なんでね。最初なんか邪魔があるからね、それ先に壊さないと。わわ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 。敵の無線を傍受。さあ、ロタンドでセンサーが反応して。取ってなかったか。抑えに行け。電子的情報を検知。探してる RFID コードだ。邪魔が見当たんない。聞こえたか、ケルソン。バッチリよ、待機。電子機器を検知。実力を見せてよ。システム中断。システム復活。システム異常発生。システム修復。手に入れたらロタンダの屋上へ向かい、そこでヘリを待ってくれ。迫撃砲チームが。あとこっからだぞ。分かった、ヘリが接近する前に片付けよう。あー、出た。左上が気になる。こいつは俺がやる。どうだ。やばい。
撃ってくんなよ。あともうちょい。この時に弾ねえんだもんな。よし、降りてこい。将軍、術中発見ミドンがカバンを持っています。避難させようとしてるのか。足止めしろ。イエスサー、お任せください。私たちは射程外にいる。キャピトルがよく見えるわ。はい、一応開けていくよ。お、ブラックタスクのバックス発見だって。わかんねえ。どこに当たったのかわかんねえ。よしこ。お？怖いじゃん。ここがな、結構面白いんだよな。なんか結構上に行ってもなんか助かる時もあるから。なんとも言えない。まグチョブグチョブ。ちょうど四角向こうに狙える奴がいれば。うわ、やばい。もうちょいもうちょいもうちょい。頭出せ。両方ともね。頑張れ頑張れ。位置がやばいぞ。うお、死なない。アリアスティンクス。オッケーオッケー。回収回収。弾回収弾回収。グレポン、オッケー。どっから上がる。いい。よいしょ。ありがとうございます。いや、ここの携帯端末も取ってね。取ってないとこばっかだわ。リバティか。逃げろ。速やかな
医療処置が必要です。オッケー。ゴー。エージェントが行動。一発だわありがとうございます。はい、やばいよ。使い出してくるわ。いやー。用意でき次第照明弾を上げろ。それでカバンを持ち出せる。大変でした。死なないと思ったら死んじゃったね。回収回収。排除しろ。オッケイ。ビルの東側から発射してた。東にレーザー。あ、みんな同じ銃持ってる。ミサイルの。あ、そんなことないか。兵が接近できるよう何としても破壊するんだ。よしこ。ジャンプ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 。よいしょっと。開けます。ここも開けます。携帯機器だって。オーケー、そっちが見えた。うわ、全然撮ってないわファースト。一応ファーストなんだけどね。一番進んでるのはセカンドで、復帰した時に一気にレベル1からやったけどね。ありがとうございます。あ、隠れがあった。あの人すげえな。なんか盾が結構いい感じなんだろうね。全然頭出さないでも。一人生き残ってる？まあいっか。あの人すげえわ。多分あそこにすごい。向こうに行かないといけないんだろうけどね。一人いればいいのか。溜まってる。いやー、速やかな医療処置が必要です。
ッケー。クリア。ゴゴー。また来るわ。走ってきたぞ。リゾーすごゴー。またグレポン来たぞ。勝て勝て。重度の外傷を検知。速やかな医療処置が必要です。やって。エージェントダウン。ありがとう、センクス。回復する。跳ね返った。これまだいけないんだ。もう敵はいない。エリアを確保。了解。そっちへ向かう。最後のボス戦か。貨物用フックを下ろす。カバンを取り付ける準備をして。頑張れ。そっちに敵がたくさん向かってる。ゴー。弾切れだって。降りちゃった。ゴールシックするか。こう来ればみんな集まってくるだろう。裏から来そうだな。
やばいぞやばいぞ、来るぞ来るぞ来るぞ。どこいる？もちもち。オッケー。弾切れちゃった。頑張れ頑張れ、もうちょいだろ。オッケーオッケー、リッチウェイ大佐お疲れさんでした。つい無駄落ちしちゃったな。俺と同じ部隊にいた大勢の仲間が奴のせいで死んだ。寝返った者もいる。安全を確保したら正面階段から照明弾を上げろ。それから戻ってこい、はいはい、乾杯しよう。そうね。まあそんな感じで、あの出口のとこまでカットしますね。はい、出てきました。じゃあ照明弾出して終わりましょう。あれ、はい、お疲れ様でした。これで、マンハントちょっと更新ですね。じゃん。はい、あとコントロールポイント1箇所と、サウスウェスト全く手つかず、そんな感じ。じゃあこれで、成績確認して、その後ホワイトハウス戻るんだけどね。はい。じゃん。蘇生回数は頑張った。だけどさ、あの三つ目の人すごかったな。うん、爆薬ダメージもすごいし。はい、じゃあこれで戻りますね。はい、戻ってきました。じゃあ今回拾ったアイテムチェックしていきましょう。マスク、じゃん。まあまあ結構、結構いいと思ったら自分のやつだったわ。はい、オーバーロード。結構いいよね。いらんけど。そうなんだよな。いらんけどって感じなんだよな。なかなか難しいな。特にこの部位はね、タレントも、考えていかなきゃいけないし。これが結構昔ハマりましたよね。ボンバーマンということでね。はい。ニーパじゃなくて。ホルスターどうだ、特にないか。バックパックチャイナ、アルプスサミット、これか。噂のパーフェクトテックサポート、スキルによるキルでスキルダメージの合計が 25% 増加する。結構いいんじゃないでしょうか。とはいえこのね、パーフェクトショック&、これが結構使えるからね。今は使ってるけど、これもまあまあ取っときましょう。アルプスサミットバッジャー、いや今回結構いろいろ拾えたなね。ここは何もなし、ニーパも何もなしか。じゃあ最後武器ね、カメレオン。そうな、ほんと毎回思うんだよね。ただこれの、なんか狙った時にチュインとか言って、ね、ターゲットされるのが気持ちいいし、それがいいんだけど、カメレオン、ね、使ってもいいかなと思っておりますけどね。ジャンク、ジャンク、ジャンク。ジャンク。あと、ダークネス。これか。パーフェクトアイレス。じゃあ本当に紙飛行機と、相性良さそうだな。はい。
そうだな、今回はこんな感じかな。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。